ですが、昨日のショートプログラム素晴らしい出来栄えを見せました。今日は黒のコスチューム、曲はウエストサイドストーリー。トリプルトーループ、ダブルトーループ、コンビネーションジャンプ、鮮やか。サルコはちょっと空中で斜めに傾いてしまいました、はい、このスピンのバランスが難しいですね。激しく体が上下しました。ハイジャンプ、ダブルアクセルです。トリプルサルコー、ダブルループです。サルコからフリップ、ダブルフリップまでのコンビネーション。回転も十分。トリプルトーループ。表情を変えて。十分に美しさをアピールしています。最後のダブルアクセルも決めました。素晴らしいですね。東ドイツカタリーナ・ビット、本当にあの無駄な動きが一つもないようなプログラムでしたね。そうですか。現在ベルリン演劇大学に学ぶ20歳の学生です。88年のカルガリーオリンピックを最大の目標にしているというカタリーナ・ビット。このようにポーズから3回転のジャンプとか
その他のジャンプに入っていくのは非常に難しいんですね。はい。Oh, you looked quite calm and relaxed. How did you feel? Oh, I feel not bad. Yeah? Do you think you've done really well?It was very well, not for my first competition, and I think for you, it was good for me. Mm-hmm. Were you able to give out everything you had, you know? Yeah, I gave everything what I had. Yeah. Now. That's a very nice costume. It's very different from yesterday. Did you pick that yourself? Oh, no, together. Oh, yeah? For Mona, my coach, and my cheer coach.全然そんなに緊張することもなく自分でベストを尽くすことができた本当にいい出来だったと思うと話しています。でこの素敵なコスチュームもコーチのお母さんと一緒に2人で選ばれたそうです。はい、この技術点いかがですか。そうですね、ジャッジも伊藤みどり選手のですねそのジャンプっていうのが頭のどこかに残ってるんじゃないかと思います。ということはやや低めアーティスティックインプレッションは 5.9 が3人 5.8 が5人 5.9 言ったミューラーコーチが右側カタリーナ・ビットでした。5.9